どうもガンガンです。今日はソムリエが厳選したワインがお家に届くソムリエセレクトさんよりおすすめのワインをいただきました。ソムリエ歴20年の赤井さんが厳選した季節に合ったおすすめワインを楽しめるサブスク型のサービスです。小規模生産者のめったにお目にかかることができない個性あふれるナチュラルワインをお家で手軽に楽しめます。同梱されている説明書には生産地やブドウの品種はもちろんのこと、ペアリングも記載されています。ワインは種類が多すぎてどれがいいのかわからないっていう方には間違いなくおすすめできますね。僕もその一人ですね。詳しくは概要欄をご覧ください。ということで今日はペアリングとしてキノコのクリームパスタを作っていきたいと思います。じゃあまずは材料の確認からしていきます。キノコは4種類使っていきます。それぞれによって香りや旨味が違うのでキノコは複数種使うのがおすすめです。そうすることで複雑な香りや旨味が簡単に引き出すことができます。キノコは少し大きめに切っておきます。どんどん焼いていると水分が抜けて縮んでいくので、まあ、気持ち最初は 1.5 倍ぐらいの大きさに切っておいて、まあ、縮んだ時の大きさをイメージして大きめに切っておくのがいいですね。意外とちょっと大きすぎるかなっていうぐらいがちょうど良かったりします。マッシュルームなんかは1センチ幅に切っても火を通るとふにゃふにゃになるので全然大丈夫です。玉ねぎは野菜の甘みが少しソースに欲しかったのでみじん切りにして加えていきます。さてさて下準備はもう終わったので今から加熱の段階に入っていきます。パスタのお湯は先に沸かしておいてください。キノコを炒めていきますがもうここが最大のポイントです。キノコにゆっくりと火を入れていって旨味と香りを引き出していきます。ここを丁寧にやらないと美味しいパスタは出来上がりません。キノコの香りが立って表面に香ばしい焼き色がついてあとは大きさが半分くらいになっていたら一つの目安なのでそうなったらバターと玉ねぎを加えて炒め合わせていきます。玉ねぎから出る水分で鍋底の旨味が剥がれていくのでこすりながら玉ねぎが透き通るまで炒めていきましょう。そしたらここに香り付けで白ワインを加えていきます。半量になるまで煮詰めますがその時鍋底の旨味を剥がしながらゴムベラ等でこすって煮詰めていきましょう。生クリームを加えたらここで下味の塩と胡椒をしておきます。最後にまた調整をするので、まあ、あとは煮詰めていくと味は濃くなるのでちょっと気持ち少なめの方が安定します。イタリアンパセリもここで加えてソースに爽やかな香りを移しておきます。ソースが完成したのでパスタを横で茹でていきます。このパスタを茹でるタイミングはもうお好みなのでソースの完成に合わせてできる方は茹でるタイミングを計算して茹でてもらったら大丈夫です。さあこっから仕上げですよ。茹で上がったパスタをソースに加えてしっかりとパスタにソースを絡めていきます。粉チーズを加えて旨味を追加します。でそうすると少し濃度がきつくなるのでパスタの茹で汁は捨てずに残しておいて茹で汁を加えてソースの濃度を調整していきます。塩コショウで味を整えたら盛り付けていきましょう。ペアリングの料理も完成したところでワインをグラスに注いで早速楽しんでいきたいと思います。今日のワインはピノグリージョマラート、イタリアのワインですね。ペアリングを考えるときは
このワインの産地にある郷土料理を合わせたりっていうことも時々あります。まずはワインの前にキノコのクリームパスタ料理自体を楽しんでいきたいと思います。ワインと料理が合うっていうのを久々に感じましたね。やっぱりソムリエさんが選ぶワインは間違いないなと改めて実感しました。お店とかだとペアリングでよく出されていますが、お家で気軽にこうやってリラックスしてペアリングのワインと料理を楽しめるのもまたいいなと思いました。最後までご視聴ありがとうございました。詳しいレシピは概要欄にリンクを載せておきます。今回ご紹介したソムリエセレクトさんについても概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。